えー、王子、前回のガーシーさん配信後の切り抜きすでに20万再生で。 えー、オーディオ生産するコメントに100くらい来てます高評価2000以上で50ファンを増やしたと思いますありがとうございますキルニキさん本当嬉しい本当にありがとうキルニキさんね本当大変だと思うし僕もね配信頻度増やしたいんですけどなかなか海外いたりして、ね、できない時もあるんですけど本当にありがとうマジで嬉しいですねはい以前もあるで質問かと思ってましたそれ海外移住の時に重視する事は何ですかってことなんですけど、えー、やっぱり積みやすさですかねよくねシンガポールに行くお金持ちめちゃくちゃいるんですけど大体の人が一年もしないで帰ってきますでみんななんていうかっていうとシンガポールでお金はあるかもしれないけどマジでやることがないとつまんないって言って帰ってくるんですよで本当にお金だけあってもね人生って お金って使って価値に変えてなんぼじゃないですか、でシンガポール行って何もすることがないと、そりゃ不幸になりますよ。で結構、ね、嫌になって帰ってくる人多いです。でそういう意味で僕は移住するのであれば、シンガポールみたいな何もない国は移住,の移住先には選びません。やっぱりヨーロッパとか はい、そういういねなんかこう、いろんなね、えー、僕の自分の知らない世界があるところに移住するんじゃないかなと思ってます、で、ヨーロッパのいいところは、どっか行こうと思ったら、1時間、1時間、2時間ですぐ行けちゃうんですよ、えー、例えば、じゃあ、ここのクロアチアからね、じゃあふ、えー、スイス行こうかなと思ったら、2時間ぐらいで行けちゃいます、もういろんな国に転々と行けるんですよ、日本って島国だから、すごく閉鎖的だから、海外に行くとしても、すごい一大イベントになるじゃないですか、えー、外国って、えー、隣の、ね、国に行こうとか、ちょっと遠い、ちょっとね、うんまあ、2つ、3つ離れた国に行こうとか、結構普通なんですよね。そういうい意味でやっっぱ日本って、えー ちょっと残念な部分があるななと思ってますなんで僕は海外に住むんだったら、えー、利便性があってそして住みやすくていろんな国にアクセスできるような国にしたいと思ってます。はい